はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は貯金額と全財産公開ということでやっていこうと思います。僕は現在39歳で、千葉県の田舎で一人暮らしをしておりまして、この8月は新潟の実家に帰省しておりまして、今日も実家から撮影しております。前回こういった動画を出したのが5月の31日になります。なので3ヶ月ぶりの貯金額と全財産公開になります。では前回の振り返りからいきたいんですけども、この貯金額と全財産公開っていうのは、月末の支払いを払い終わった後の金額になります。そして、貯金額っていうのが、僕の銀行口座と郵便局の口座の合計になりまして、で、全財産っていうのはですね、その貯金額にプラスして、財布の中身とスイカの合計をプラスしたものになります。はい。そして今、新NISAもやっていますので、いくら積み立てをしたかっていうのも発表しています。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、では、前回5月31日にアップしたこちらの動画ですね。はい。まあ、激減というふうに書いてあるんですけども、その時の貯金額と全財産からですね、振り返っていきたいんですけども、こちらの動画の貯金額は108,022円でした。そして、全財産が124,829円でした。はい。かなりですね、減ったんですよ。で、まあ、この激減というふうに書いてあるその理由っていうのが、歯の治療と、あとですね、ちょっと指を怪我してしまった指の治療になります。はい。もう指はもうほぼほぼ完治しました。まあ、そういったお金がかかりまして、かなり、減りました。そこからどうなったのかっていうことなんですけども、まずは、6月末と7月末の時点の全財産を公開したいと思います。まず6月なんですけども、全財産が101,240円でした。また5月からですね、また減ったんですよ。はい。減りまして、この7月の末の全財産になりますけども、7月の末の全財産は98,523円でした。ここでですね、10万円を切ったんですよ。はい。もう激減した動画からですね、さらにこう減り続けたんですよ。はい。そして、この7月の末までの期間の全財産推移グラフを見ていただきたいんですが、こちらになります。こういったグラフで見ると分かりやすいですよね。だいぶ減ってきてまして、そこから今回の8月末の貯金額と全財産公開になります。はい。それでは、今日が8月の28日です。今日時点での貯金額と全財産を公開したいと思います。まずは、今日時点での貯金額は173,670円でした。はい。そして、全財産になります。で、全財産は、この貯金額にプラスして、財布の中身になります。いつもはですね、こうスイカの中身も言ってたんですけども、もうアルバイトをやりましたので、まあ、今回の動画からは、スイカの金額はもうなしにしようと思います。はい。なので、この貯金額に財布の中身をプラスした額が全財産になります。その財布の中身っていうのが、6,271円でした。なので合計しますと、全財産は179,941円でした。はい。ということで、前回の動画からですね、結構増えました。はい。まあ、結構って言っても、まだ10万円台なので、まあ、貯金額に関しては、まあ、残高みたいな感じですよね。はい。なんですが、7月の末のですね、全財産と比べると、約8万円ぐらいアップしました。このですね、まあ、増えた要因っていうのはですね、まあ、これは前回の動画で話したんですけども、まあ、僕は7月の末でアルバイトを辞めたんですけども、まあ、普段は週3日のシフトだったんですが、その7月はですね、週4日間シフトに入りました。そして、有給もあったのと、あと最終月は時給が上がりましたので、まあ、そういったこともあって、アルバイトの給料が増えたっていうのが、まあ、一番の要因だと思います。そして、新NISAなんですけども、新NISAの方は毎月1万円積み立てておりまして、まあ、積み立ての合計金額が7万円になりました。まあ、新NISAの方は継続していければいいなというふうに思っています。まあ、そして、まあ、今月の全財産も含めた推移グラフを見てもらおうと思うんですけども、こちらですね。まあ、こうやって見ると、結構上がったなというふうに思います。
はい。ということで、見ていただいたんですけども、先ほども、言いました通り、僕は7月の末でアルバイトを辞めました。その辞めた最終月の給料がですね、8月に入りましたので、もう9月以降はアルバイトの、給料というのはありませんので、あとはこの YouTube と、自分でできる仕事で、なんとか生活をしていきたいなというふうに思っています。はい。まあ、支出に関しては、今ですね、クレジットカードの支払額を、月4万円台に抑えられればなというふうに思います。まあ、今月引き落としと、あとまあ来月ですね、引き落とされる、クレジットカードの、支払額っていうのが、まあ、4万円台なんですよ。はい。で、まあ、クレジットカードは、まあ、食費と、光熱費と、スマホ代、そして、プレミアプロの、毎月の料金ですね。そして、新ニーサになります。この5つの項目で、まあ、4万円台に抑えていこうというふうに思っています。理想は、3万円台になります。はい。まあね、食費とかもですね、まあ、抑えられるところは、まあ、抑えて、まあ、あまりこう、ひもじくならないように、していこうと思っているので、まあね、3万5千円ぐらいにできれば、かなりいいかなというふうに思っているんですけども、まあ、それを目指してやっていこうと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、普通に考えれば、まあ、39歳で、まあ、この貯金額と、まあ、全財産というのは、まあ、低いとは思うんですけども、まあでも、まあ人と比べることはなく、まあ自分の理想とする生活を続けていければというふうに思っています。やっぱりですね、その全財産がですね、まあ10万円を下回ってくると、さすがにちょっとですね、やばいなというふうに思うので、まあできれば毎月貯金を増やしていけるようにやっていければと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。